ギフト契約するのは大事でもなく一気でもなくあいつだ。はい、どうもニヤニーです。本日はニヤニーのワットをやっていきたいと思います。今週もたくさんのコメント本当にありがとうございます。本日もですね、厳選したコメントをご紹介させていただきたいと思います。それではやっていきましょう。の前にニヤニーからのお願いでございます。このニヤニヤチャンネルのアナリティクスを確認するとですね、チャンネル登録者の総再生時間の割合っていうのがね、見れるんですけれども、こちらがチャンネル登録した状態で見てくれている方なんですが、こちらがチャンネル登録をしない状態で見てくれている方の割合となっております。チャンネル登録ボタンをね、押すとこうビリビリビリって電流が流れて、まあ痛いし怖いから押せないというね、ちょっと特殊な方は置いといて、まあボタン押しても電流とか流れへんし、特に害もないよって方はぜひこの機会にね、チャンネル登録をよろしくお願いします。こちらのチャンネルではですね、年内にチャンネル登録者数1万人を目指して日々楽しんでもらえる動画を配信しております。もうすでにチャンネル登録してるぜって方は、まあ良かったなって思った動画があればですね、このボタンを押してツイッター等で共有してお友達にもおすすめしてくれると嬉しいです。ということでですね、本題に入っていきましょう。ニヤニヤチャンネル。こちらの動画に寄せられましたコメントで視聴者さんたちの注目をより集めたコメントはこちらです。第一花へこさんからのコメント。復活した赤石はわざと大事にやられたように行動していたので、最後は肯定して散っていったんだと思います。ギフに用済みだと言われ、次は大事が契約者となるべきと悟ってたんでしょう。ただ次回予告で大事が助けてくれと泣きながら言っていたので、ギフに裏切られどうすることもできなくなって、カゲロウに助けを求め強化につながるのではと予想します、という感じでですね。なるほどってちょっと思いましたね。あの助けてくれって発言のシーンはですね、こちらの動画で話しているので、ぜひね、僕の意見もね、見てほしいんですけれども、大地さんが言うようにですね、このギフに裏切られてって感じの展開もね、予想できますよね。本当はビビりで弱気な大地なら結構これありそうな感じかなというふうに思いました。では次行きましょう。銀河を貫く伝説の前歯さんからのコメント。一気は記憶がなくなるってことは記憶できてるからまだ安心して見れています、というコメントなんですけれども、これはですね、まあ確かにっていうふうに思いましたね。まあ記憶がなくなるってことをちゃんと覚えてはいるんですよね、今現状は。確かにここは安心材料にはなりますよね。もしこれがですね、記憶がなくなることを忘れた時って結構この絶望感を味わいそうな感じがするんですよね。最終回までにこの記憶がどこまで削られてしまうのか、ここにも注目していきたいと思います。では次いきます。サムさんからのコメント。もしジョージが2体持ちなら空気階段階のスタンプ2個持ちの伏線になりますね、っていうコメントなんですけれども、これなんですけど、まあ21話か20話ぐらいでしたっけ、この空気階段さんの回っていうのが。でこの空気階段のマネージャーが悪魔を2体出したことで、これね、かなり考察するのが難しい状況になっててですね、でもこの前ちょっと自分的に納得できる答えがこう見つかったのと同時にですね、謎も出てきてしまったので、ちょっとねそれをねお話しさせていただこうかと思います。今回ジョージが悪魔2体持ちなのは、まあ結構特殊な例という形であったとは思うんですけども、あのマネージャーが実はジョージの姉もしくは妹だったとかやったら衝撃事実にはなるんですけれども、まあこれおそらく違うと思います。そしたらあのマネージャーがなんで悪魔2体出せたのかってところになってくるんですけれども、それはスタンプに秘密があるというふうに思いました。このバイスタンプっていうのはですね、最強生物の遺伝子が使われているというふうに言われているんですよね。何をもって最強を位置づけしているのかはちょっと不明なんですけれども、レックスはまあ恐竜の中でも最強っていうイメージはありますよね。でまあカマキリも、まあ僕は小学生ぐらいの時に捕まえた昆虫の中でも結構最強な部類に入るかなというふうに思うんですよね。同じ虫かごに入れてたバッタとかコオロギを全部食べられた思い出があるので、まあカマキリの最強にはちょっと納得がいく部分はあります。であのマネージャーが使ってたスタンプっていうのがですね、エレファントとシャークなんですよね。
これマンモスとメガロドンの介護官の位置じゃないですか。なのでエレファントとマンモスを比べた時に使われるこう悪魔エネルギー的なものがエレファントの方が少なくて、まあシャークもメガロドンに比べるとまあ使うエネルギーが少ないから、本来マンモスで1のエネルギーを使うけど、介護官のエレファントでは 0.5 しか使わんとしたら、シャークも同様で 0.5 と考えて、まあ、2つ足してやっと1になるから2体使うことが可能だったというふうにね、ちょっとね無理やり解釈してみたんですよね。でもこれを何を基準にこう最強と歌ってるのかが不明なので、ここはちょっとね深く掘り下げてほしくはない部分ではあるんですけれども、でここでまたですね出てきた謎というのがですね、このマネージャーとか木村昴さんにあのスタンプを渡したのは誰なんや問題なんですよね。特に木村昴にスタンプを渡した人ってのがですね全くわからなくて、31話の時点ではもうオルテカもいなかったですし、赤石長官も暗躍してる感じもなかったので、この渡した人は誰なのかっていう謎はですね、もうこの本編ではわからないかもしれないんですけれども、これもし身内に犯人がいるとすればかなり怖いですよね。はい、じゃあ次行きましょう。佐藤太郎さんからのコメント。リバイスの物語は大事の成長を描く物語、大事主役説が生きている気がします。カゲロウの存在、カゲロウとの戦い、人類生存と平和の選択、赤石との決別、ギフとの契約、大事が苦しみ悩み決断をできる男へ成長していくことが描かれているように思います。赤石にとどめを刺したのも赤石が1000年間抱えた孤独からの解放、そして観測者の役割を自分が受け継ぐ決意、これが起因としてとどめを刺せたと思いました。おそらく一騎は成長した大事に全てを託し、ギフとの決着をつけるものと思います。決着はギフを倒すのではなくて再度封印棺化です。大事も一騎もおそらく自分を犠牲にしてでもその手段を取ると思います。ギフはもともと人類との共存を望んでいたけど一方的な拒絶に遭い今に至る。ギフの望みはもしかしたら人類というか家族が欲しいのではないかと思いました。赤石は信者や配下の立ち位置、大事はギフ対等に契約を持ちかけたことでギフにも何か変化が起こりそう。ライダー史上初のラスボスなんていない説。これですよね。ギフの本音の部分はかなり重要なポイントになってきそうですよね。この本音次第で最終盤の展開が大きく変わってきそうと思ってます。これほんまにですね、赤石が拡大解釈しただけでって感じであればですね、ほんまにラスボスなしになると思いますし、ラスボスなしになったら意見がねこう賛否でめっちゃ分かれるような感じがするんですけれども、今回の脚本が木下さんで、木下さんはまあ仮面ライダーの脚本は初ということで、まあ、特撮も初やったんかな。それなら今までにない展開は全然ありえるんですよね。どう転んでもきっと面白くなると思います。はい、次はですね、この動画に寄せられたコメントで視聴者さんたちの注目をより集めたコメントはこちらです。カウルちゃんからのコメント。私はギフと契約するのは大地ではなくバイスだと思った。次回予告を読んでのことなんだけど、バイスは自身との契約で一気を苦しめていることを後悔している。そこで一気との契約を破棄した上で自身がギフと契約すれば一気の記憶問題も解消されるし、一気の大事な弟である大地を守ることもでき、代わりに観測者としての役割を継承することもできる。悪魔同士の契約ができるかどうかはわからないけどできる気がするし、悪魔同士だから言葉も通じるだろうし。これね、最初見た時にこう悪魔同士の契約なんてこうありえへんやろって思った反面、悪魔同士の契約が可能ならこれまた面白い展開がありそうやなというふうに思ったんですよね。今までこう仮面ライダーリバイスでは親子の世代交代であったり、親の姿を見て子供が成長するというシーンはね、いろいろ描かれてきたわけなんですけれども、このギフも世代交代であったり継承が行われる可能性も感じたんですよね。タスケからヒカルに、ゲンタから大事に、そしてマスミからジョージにという形でね描かれてきたわけなんですけれども、ギフからバイスにっていう展開もね全然ありそうじゃないですか。このカオルちゃんが言う悪魔同士の契約というね形ではないにしても、ギフからバイスへの継承があって最終的に今のギフの位置にバイスが来る可能性もこのコメントを見てすごく感じたんですよ。
ギフ自身は人間と共存がしたいと思ってたけど、それが叶わず1000年以上の時が経って、ギフはねその希望をね諦めた部分もあるかもしれません。しかし子孫であるバイスを見た時に、バイスはうまく人間と共存できてるわけなんですよね。もうギフにはそれができなくて、バイスにはできると信じて、本来ギフが人間と共存してやりたかったこと、果たしたかったことってきっとあるはずなので、それはおそらく世界征服とかではないと思うので、それをバイスに託して悪魔と人間が共存できて平和な世界ができていくっていうパターンもあるんじゃないかなというふうに思ったんですよね。今までこのね仮面ライダーリバイスって不穏な展開がかなり多かったので、まあこういうね展開であればかなりいいハッピーエンドを迎え入れるんじゃないかなというふうに思いました。でこの44話でバイスが悪空間に行って、まあ、ギフからお小遣いをもらうっていう感じでね、前回の動画で予想したんですけれども、このお小遣いと称したギフの思いを受け取って帰ってくるんじゃないかなというふうに思いました。ギフとバイスが契約する、これねなかなかいい発想ですよね。ということで今日はねこの辺で終わっておきましょうか。またですね、来週も皆さんからの楽しいコメントをねお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほな。今週はですね、ちょっとですね、仮面ライダーセイバーの火炎剣劣化をちょっとね作り直していたわけなんですけれども、ちょっとこれね1年間でのこの成長をすごく感じた部分でもあるので、その写真よかったらツイッターの方に貼ってるので、この僕の1年間でのこの技術の向上をぜひご覧いただければなと思います。